こんな2人、秋の行楽です。福島あれだよね、近いしね。近かった ね、 ねあっという間に新幹線で1時間半ぐらい。そう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 、だから、うん、結構いいんじゃないですか。気軽に来れるね、うん、今日は、うん、悪いけど、うん、めぐみが全部私の手を引いて誘導して、うん、手を引いて ね任しといてよ。お願いだから、そういう時はね、うん、あそこあそこ観光案内っていうのは必ず駅にあるの。あ、そう、ああいうところに聞けるの、聞くのが一番ね確実。こんにちは、すいません、あの紅葉が見たいと思って来たんですけど、はいはい、どの辺に行けば今、はい、今の時期ですと紅葉が見ごろになりまして、こちらですね、1日2便にあずまスカイライン定期バスというのが走っております。バス、ね、はい、バスとか乗ったことある？乗ったことない。乗ったことないし、チケットはここで買うんですか？いや、バスの中で、バスあの降りる時に、降りる時に払えばいいの？払え、やっぱ世の中にこういう人がいるんだわね。どっか美味しいところもちょっとリサーチしておこうよ。食べなきゃいけないから、それもちょっと聞いとこうかな。そうしますと、はい、一応このようなグルメガイドというものがありまして、福島は山のものもね、え、そうですね、海のものもあるからね。はい、ねえ、これはどう？すごいね。ザ・シャトルはいかがですか？いいかもしれない、スカウトされちゃうかも。こちらの山の方に行かれる途中に、はい、四季の里というとこがありまして、はい、こちらはいろいろな季節のお花が咲いているので、ぜひ女性の方にはおすすめです。あれこれと情報を仕入れて駅前からバスに。これを本当に取る。もういいのこれで。あまりにも綺麗だから。綺麗だね、うん、写真撮らしてよ。ちょっと撮ってくれる？そのじゃあ便器に腰が。いや、もしもし。ベンチ気をつけようね。じゃあベンチとも言います、うん、はい、はい、どうぞ。あ、いい、いい感じ、いい感じ、いい感じ、空を見つめる。いいよ。わー、なになに、これな、あ、あのあれだよ、リンゴ、姫リンゴ。姫リンゴ、うん、かわいい ね、 ちょっと。直径5センチほどの小さな実がなるアルプス乙女。福島は果物の栽培が盛んとあって、園内には直売所もあるんです。おお、なんか人がいっぱいいるよ。たくさんいますよ。あ、何これ、なんかいっぱい売ってる。本当だ。おお、面白そう。あ、ちょっと行ってみよう。行ってみよう。こんにちは。すごいね。朝採りのリンゴに。うんうんうん。わあ、なんか素朴なリンゴって感じだ。そう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 。味見してみますか。はい。いいですか。うちあの爪楊枝でないで手なんです。あ、手の小判で。はい。はい。うん。みずみずしいです。おいしい。おいしい。ありがとうございます。この市場にこうやって出すのはもう長いんですか？長いんです。もう10年以上ですね。ここはもうその地元の人たちが自由にこうやって自分のうちで生産したものをここで直売することが許される。仕入れてきたりしてはダメ。本当、うん、いいね。地元の栗もふっくらと大きく甘みがあります。かわいい、見て、はい、うん、本当だ、栗らしい形、かわいい。うん、やっぱり栗よ。ねえ。こんにちは。こんにちは。しばらく。しばらくって言った今。私がしばらくなんですか。あのね、お母さんと。ウーダーにアップしたよく。お久しぶりね、ね、はい、お母さん、はい、しばらくじゃないから、ま、だ お久しぶりねだから。まあ意味は一緒ですけどね。ね、うん、お久しぶりね。あのあれ、あのなんだっけ、だんだん畑。だんだん畑、ね、瀬戸の花嫁。瀬戸の花嫁さん。もう頭の瀬戸の花嫁さんよ。3月ついちゃったから。写真撮ってもらっていい？じゃあこっちお母さん、はいはいはい、うん、すいません。あ、嬉しい。お母さん、あちらあちら。はい、ちょっと待って、はい、はい。気がつけば集合写真になっていました。あ、これはちょっとうな石焼きうなぎまぶしご飯。すごい、これも美味しそう。
これはどう？川又シャモ。どれ？川又シャモ。お願いします。困りました。はい。はい。すいません。少々お待ちくださいませ。はい。お願いします。放し飼いで育てられる地元川又名産のシャモは鍋に仕立てます。キノコもたっぷり。この鍋と一緒に出されるのが喉越しのいいそば。店のオリジナルメニューです。これからの季節にもってこいの川又シャモしゃぶしゃぶそば。そばはつゆではなく鍋に入れて温め、しゃぶしゃぶのようにして食べるんです。これが人気。いただきます。まずおそばを、このまま入れて、して、こんなの初めて。いただきます。うん、おいしい。タレとこう絡み合っておいしいんじゃない、うんうん、いけるいける。うん、シャモは高タンパク低カロリー。うん、うん、おいしい。うん、シャモちゃん。うん、こちらも店の名物、石焼きうなぎまぶしご飯。熱した石の器に盛られたかば焼きはほぐして熱々を味わいます。香りがいいでしょう。香りが素晴らしいよ。うん、うん、おいしい。そして小柳さんのシャモ鍋はセットでついてくるご飯と卵を入れて雑炊に。一品で二度おいしく食べ応えも十分。これは人気を呼ぶのもうなずけます。うん、おいしい。まあ卵がすごい濃厚だ。あー、やっぱりね。二人も満腹。いやー、おいしかったね。